きます。はい、それでは文献紹介。マイクロブログアズパラレルコープラと題しまして、4年のグミザユキが発表させていただきます。まず今回、紹介する文献は、こちらになっています。マイクロブログズアズパラレルコープラとなっています。はい。で、まあ、概要から、順に説明していくと、これはマイクロブログ、まあ、いわゆるツイッターみたいなものですね。まあ、筆者らはツイッターと、あと中国版のツイッターウェイボーというものを、使っているんですけど、まあ、それらから、パラレルコーパスを作成する試みといったものとなっています。で、どういったものを利用するかっていうと、一部のユーザーが2種類の言語で情報を発信することを利用しています。まあ、この一部のユーザーが2種類の言語で情報を発信するっていうのは、まあ、ツイートの先頭部分に、言語文の、何か説明文を入れて、その後ろに続けて、目的言語文の文章を入れているような、その1ツイートの中に2つの言語が入っているようなものを利用するといった試みです。で、これを用いることで、マイクロブログ等の、その、まあ、比較的新しめのものに対して、翻訳を考えるときに、まあ、現存するその作成したパラレルコーパスと併用することで精度が向上することを確認したというような内容になっています。導入です。ツイッターやフェイスブックのようなマイクロブログでの文章スタイルは様々となっています。まあ、これ最近の話ですね。例えば、まあ、口で喋るときのような表現、まあ、Are you still with me or what? みたいなときだと、まあ、R が R に対応して U が U に対応するような形になっています。また、省略形みたいな形のものも含まれています。まあ、IDK だったら I don't know、まあ、SMH だったら Shaking my head、 ちょっとどういう意味だったか忘れちゃったんですけど、まあ、こういうような省略形もあると。これらは機械翻訳時の問題になってしまうということで、それらに対応するためのデータが必要になってきます。で、筆者らはどういうふうに考えたかというと、まあ、これはマイクロブログで使われるわけですから、マイクロブログから自然発生したこれらを見つけ抽出し、それらに活用することでこれらの問題に対処できるんじゃないかと考えました。で、まあ、そのツイートが複数の言語を持っているか、それらが複数言語間で対応が取れているかをチェックする提案をし手法を提案したというのが、この文献での、まあ、主な概要の導入となっています。で、まあ、理論について、順番に説明していくと、まあ、今までの方法だと全部の文章をガーッと処理した上で、一番こうその対応が取れてそうな部分を確率でこう持ってくるんですけど、この筆者らは一つ一つの文章に対して、その一つ一つのツイートに対してですね、処理を行ってスコアリングするような方法で処理を考えています。で、まあ、筆者らは以下のようなタプルを考えてこれらの処理をしていこうと思っています。で、まあ、PQUV が文字のインデックスってあるんですけど、まあ、PQ がその原言語の方ですね、の方のこっち側の、まあ、文章がこう一文こうガーッとあるんですけど、まあ、ここの部分のインデックスですね。P が先頭の方で Q が後ろの方ですね。で、まあ、UV もそうですね。同じように目的言語側の U と V っていう形になっています。で、まあ、R、L、R はそれぞれの言語ですね。で、A はその左のセグメントと右のセグメントの単語アライメントを表したベクトルになっています。で、これらの言語の、これらのタプルを用いて、筆者らは、まあ、言語理論を組み立てています。で、そうですね、まあ、先ほどのこのタプルで、問題になってくるのは、まあ、こことここが当てかってしまえば、まあ、単語のアライメントを取るのは、まあ、普通にもう機械的にできるので、問題になるのはいかにしてここのインデックスを決めるかという部分にあると筆者らは考えています。そうですね、この境界を見つけることが何より重要であると考えます。なんで筆者らは、まあ、このモデルなんですけど、モデルを大雑把に3つ分けて、スコアリングについて考えています。で、まあ、この S のこれが、スコアを計算するスコアですね。で、まあ、S の S が、まあ、これ3つモデルがあるんですけど、まあ、上から順番に、スパンスコア、ランゲージスコア、トランスレーションスコアというふうになっています。で、スパンスコアっていうのは、その、この単語のインデックスの幅ですね。幅ができ大きければ大きいほど、
まあ、良い値を取るというようなモデルになっていて、でランゲージスコアは、まあ言語モデルでその文章、インデックスを取った時にその文章がどれぐらいその言語モデルで、最もらしいかっていうものを計算するものですね。でまあトレンスレーションスコアっていうのはまあ普通に翻訳のあれですね、翻訳した時にどれだけ正しいかどうかみたいなものを返すようなものになっています。でこれら3つを掛け合わせて、それらをスコアを計算するような形になっています。でまあ下2つはまあ言語モデル翻訳モデルでのまあ評価なんで、まあ、ちょっとスパンスコアについて、少しちょっと詳しく説明します。でなぜセグメントが大きければ大きいほど、大きな値を返す必要性があるのかっていう話なんですけど、まあ、ワードアライメントは通常小さいセグメントの方がより高い値になってしまうため、まあ、自由にセグメントのインデックスを変えれるので、まあ、あれですね、このようなものをこういうインデックスを自由に変えれるようなものを考えてしまうと、まあ、左のセグメントが1単語しかないみたいな、そういう状況になってしまうことが、多くなってしまうため、まあ、このようにスパンスコアでなるべく大きいセグメントを取ってあげるような形の方がスコアが高いような計算を入れてあげるようにしています。でまあそうですね、セグメントが大きければ大きいほど大きな値を返すと。で、まあ、変なところで区切る場合は、まあ、φ=0、 φ ここなんですけど、φ=0、まあ、変なところっていうのはもう言語的に絶対ありえないような部分で区切っているような場合に関しては、まあ、φ=0 としてそこのスパンのスコアを0にするような形にしています。でまあ今までちょっと理論でこういう式を説明してきたんですけど、まあ、これ単純に見ると、変数が u、v、r、p、q、l と6つあるので、これ、まあ、スパンを変えるたびに計算し直しとすると、まあ、計算量がオーダー n の6乗という形でめちゃくちゃ大きくなってしまいます。そこで、筆者らは、まあ、ボトルネックになっているそのビタミンモデル、翻訳の部分ですね、翻訳の部分の単語アライメントを取る部分での計算量を減らすために、まあここでのモデルの UV っていうのは1ずつしか変化させないので、その1ずつしか変化させないということを利用して計算量を改善しています。これによって、まあ、ちょっと詳しいところは省くのですが、これによって計算量をオーダー N の3乗から、まあ、最悪の場合でもオーダー N の4乗に計算量を減らすことが減らすことに成功しています。まあ、こういったものによって、まあ、オーダー N の4乗で、まあ、これらのスコアを計算できるような形にしています。で、まあ、実験の前の準備といたしまして、ツイッターとシナウェイボ、さっきも言ったんですけど中国版ツイッターですね、中国版ツイッターから、ツイートを抽出してます。でツイッターでは、まあ、16億ツイート、シナウェイボでは、直近100ツイート中の10ツイートがそのパラレルな部分を持つ2種の言語を持つツイートをしているユーザーに関して6500万ツイートを筆者らは、取得しています。でどちらの場合もあらかじめフィルタリングとして、ユニコードの数字を用いてあらかじめフィルタリングしています。まあ、例といたしましては、まあ、ツイート中に3文字以上がラテン文字かつ、3文字以上が中国語が含まれる場合に抽出といった形のものになっています。で、ここからが実験に入っていくのですけど、提案手法によってどれぐらいパラレルコーパスが取得できるかという実験をまず筆者らはしています。フィルタリングした先ほどのあれですね、そのユニコードの数字を用いてフィルタリングをしたシナウェイボのツイートに関してランダムで2000件抽出してスコアを計算します。でそのスコア2000ツイートをスコアで、まあ、上から順番に並べた時の上位 N% を取った時の適合率再現率、精度をグラフ化して、筆者らは評価しています。でそのグラフが、こちらになっています。はい、青いこの青い線がプレシジョンで、赤い線がリコールで、まあ、緑の線がアキュラシーになっていますね。で、まあ、上から順番に取った時の、数字なので、まあ、上から上位 10% だけのその上位の高いスコアを取った時はもちろんそのプレシジョンが高い値を取っていて、で逆に 100% まで取るとそのリコールの方がもう高い数字、もうほぼマックスの数字を取るような形になっています。
で、ここで注目してほしいのは、上位 30% を取った時の数字が、まあ、アーキュラシーですね。まあ、リコールもプレシジョンもそこそこみたいな数字なんですけど、を取った時が最もいい数字を取れているというふうな結果になっています。で、この時の結果っていうのは、6ツイート中5ツイートを正しく認識してパラレルコーパスとして抽出できていると。で、6文中の1文が、パラレルコーパスなのに、まあ、パラレルと認識されずにそのまま受け流されているという値になっているんですね、 30% の時は。なんで、まあ、30%、スコアリングした時の、そのフィルタリングしたツイートに対してスコアリングして上位 30% を取ると最もいい数字のパラレルなコーパスを取得できるというふうに筆者らは述べています。で、まあ、先ほど言ったんですけど、まあ、シナウェイボの時は6500万ツイートを取得できたと。で、6500万ツイートをフィルタリングすると筆者らは112万ツイートを取得できたって言ってるんですね。そのユニコードの文字列でフィルタリングした時に112万ツイートを取得できたと言っているんですけど、そうすると単純計算で 30% がパラレルコーパスですから、まあ、これ 33.7 万文がパラレルな文章として取得できると筆者らは言っています。で、まあ、ツイッターの場合ですと大体 1日に10億ツイートぐらい投稿されるので、まあ、そこから考えると、まあ、フィルタリングして取ってもものすごい数が取得できるというふうに筆者らは述べています。で、まあ、どういうふうなものが実際に取得できているかっていうと、まあ、このようなものが取得できているんですね。まあ、例えば I wanna live in aウェス・アンダーソン・ワールドみたいなのが、まあ、ちょっと中国語ちょっとよくわかんないんですけど、まあ、こういう形で取得できしっかり取得できていると。で、まあ、これらには、省略形、まあ、専門的な語で絵文字、まあ、絵文字ってここですね、絵文字だったり、まあ、文法的な誤りだったり方言だったりを含む文章も、まあ、しっかりとペアとして抽出することができていることがわかります。はい。で、まあ、2つ目の実験なんですけど、まあ、さっきほどまでのだと、いや、まあ、抽出できただけだよねっていうことで、まあ、ニュースとマイクロブログの、機械翻訳での性能比較を筆者らは行っています。で、まあ、ニュースに関しては、プロジェクトシンディゲートというサイトから新しいテストセットを準備しています。で、まあ、これは、まあ、できるだけその一応ターゲットが最近の文章ということなので、まあ、なるべく新しい文章をニュースサイトから持ってきてテストセットとして新しく作成するということをしています。で、あともう一つはあれですね、そのウェイボから抽出したツイートを、まあ、人手でアノテーションして新しくテストセットとして作成して評価を行っています。で、まあ、ベースラインとしましてはそのナイストと FBIS のデータセットを使用して行っています。で、まあ、評価なんですけど、抽出したデータセット単体のその抽出したデータセットっていうのは、まあ、筆者らが抽出したマイクロブログから抽出したパラレルコーパスだけですね、の単体とそれぞれを組み合わせての実験ですね。で、ブルー値で比較しています。まあ、結果がこちらになっているのですけど、まあ、上から順番に、まあ、FBIS、ナイストので、まあ、筆者らが自分たちで抽出したウェイボの、まあ、データセットを使って翻訳を行った場合の結果ですね。で、まあ、下2つが、まあ、それらを組み合わせて行った時の結果になっています。で、まあ、結果見ると一番下のそのナイストプラス、筆者らが抽出したウェイボのコーパスを使ってデータセットとして使った時のブルー値が一番高い数字を表していると。まあ、この結果を見ると、まあ、単体ではそこまでいい数字は出ないけど、2つを組み合わせることで最もいい数字が出るというふうに、捉えることが可能となっています。ということで、まとめなのですけど、まあ、一文章から複数言語になっている部分を見つけて、それらを抽出する手法を提案しました。で、機械翻訳のタスクにおいて、既存のデータセットにプラスして使用することで、まあ、翻訳タスクの性能向上ができることを確認しました。はい、これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。